い黙れ。いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ、すんません、ただいま満席でして、少々待っていただいても構いませんでしょうか？かまへん、待つ。ほんますみません。そしたらこちらでお待ちください。よろしければお飲み物もお持ちしますが。ああ、そない気ぃつかんでええねん、のんびり待ちますわ。大変お待たせいたしました。一名様ご案内いたします。こちらへどうぞ。失礼します。高子です。おお、こら、えらいべっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はい、こっちお願い。それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや？そう、
100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ほう、そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます、そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけど、そない中でも人気ある子っちゅんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。あーせやけど、この前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから。安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。高子ちゃんは何が趣味な？うちは最近スキーにハマってんねん。週末はいつもスキー場行って滑ってますわ。でね、新しいウェアがめっちゃ可愛いねん。誰か買うてくれへんかな。どうせ逆に貢いでもらうつもりなんやろ。そうなん、優しいお客さんおらんもん。なな、今ならうちにプレゼントするチャンスやで。ああせや、サンタさんにでもお願いしや。ちゃんと靴下も用意しとかなあかんで。もうお客さんいけずやわ。ええもん自分で買うから。今日はまたえらい混んどんな。毎日こない繁盛しとるんか？まあ年末っちゅうこともあります。みんな共感させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に勝たな、全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら、自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな、支配人はそう思ってへんみたいで。正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちないよね。ほう、なるほどな。
店ん中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん。ようこそオデッセイ。楽しまれてますか。これはこれは山形はん、オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当てはのぞみやな。さすがはうちとためはる店の試合人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察、それがあんたのやり方か。そないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんは望みやのうてあんたや、山形。私を？俺が見たところこの店確かに繁盛しとるが、客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや。なるほど、こちらの事情は全てお見通しってわけやな。オデッセイのナンバーワンは望みや。けどその望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃っとる。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお、それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の一番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけ。真島はん、あんたが目つけた秘蔵っ子をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか、敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな、あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでええな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなんはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。覚悟はええな。好きにせえや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。本当ですか？ああ、なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんねん。のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。
と。何やって？
よ。
出そうか邪魔や。
おう待てや、真島。ああ、誰やお前ら。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。オデッセイ、望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。無理によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。お前らの言う通りや。あ？お客様は神様や。うちの店に来た客になら土下座でもするし、靴でも舐めたるわ。せやけど客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな。大層な口聞けんのも今のうちや。かまん、やってまえ。強すぎる。何なんやお前は。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。ただその後どうなるかは保証せんぞ。お客様は神様やからな。
この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟。